今月も始まりましたフラット5っておいさあそんなフラット5はこちらなんと明日ねこちらジークさんにフラット5の収録でコウジさんと誠さんが来るということでこのフラット5はですねパシスロ必勝もそしてパシスロ DX の付録 DVD に載っておりますので皆さん買ってください。さあそんなわけで本日も神スロー始まりました。いやそんな本日もですね大変天気が良くて私コンビニのカフェラテが大好きなんですけれどもちょっと1本ねさっき飲んじゃったのでこれからまた買いに行きたいと思います。さあそんな本日の狙い台なんですけれども今回はですね、前回狙ってたミリオンゴッド凱旋神々の凱旋こちらをですねちょっと狙いたいなと思っております。しかし整理券が14番ということでちょっと取れるか不安なんですが凱旋取れなかったら他の台何か探して打とうと思います。凱旋もハーデスも私相性がいいと自分で思っておりますのできっと今日も勝てるはずです。自分を信じてそして神様を信じて神谷の名に恥じないように頑張ってまいりたいと思います。それでは本日も神スロースタートです。この番組は楽しさ、遊びやすさ、笑顔をお届けマックススロット、ジークの提供でお送りします。お邪魔します。さあ、取れるでしょうか。走っちゃダメよ。やば、開いてる。どっち、どっち開いてる。時間が間に合わずマイクつけられずそんなわけで14番で入ったんですけど誰一人ごっと凱旋座ってなく余裕で取れました。やった。この台へこんでるんでいけると思います。頑張ります。さあそういうわけでこれからミリオンゴッド神々の凱旋回していこうと思います。私今日でね何回目 ?3 回目4回目なんですけれども実はね私今のところ全勝です。凱旋相性バッチグーです。まあ死の子の言わず打っていきます。打つ前からちょっとおしゃべりが過ぎました。さあそんなわけであいつはいいんですよ。だって何も揃ってないのに吹いた風ですよ、はい、とりあえず風吹くのは右から吹くか右から吹いたらモードアップ確定ですけど。そうですね、今日の目標はまあもちろんゴッドを引ければっていうのが一番ですけどゴッド引かなくても勝ちます。はい、だって勝てるんだもんな。そうですね、もう相性がいいので。あれ、ちょっと待って、一回黙って。一応キナナ3連しました。次揃ったら GG です。いける。できないけど、でも一応 GG 抽選してますよ。設定差あります。1で、あれ何パーでしたっけ。20パー。キナナ3連だと確か設定6で33パーとかじゃないですか。ですね、設定1で20パーぐらいなのでありますよ。
あとデメも今ねちょっと盛り上がってます。モードは悪くなさそうです。プルトか、プルトじゃないや、丘行くか、丘。これで、あー、ドラム。ざわついてます、ざわついてます。おぉ、いる。なんじゃこりゃってことは、さっきの三連機7だ。わかんなくないよ。では早速いきます。さあ、ワンセット100ゲームの1つゲーム回していきます。いや、多分木7、3連ですよ、あの感じは。そう、そうなんですよ。ハーゲスは全長が短いんですけど、私この間タクさんに聞いたら10何ゲームあるって言ってたんですよ。全然あるんですよ。そうですね、一応設定6だったら 33% あるので、そちらでヒットしてくれたということを勝手に決めつけていこうと思います終わった、もう終わっちゃったんだ、気づかんかった。ではここから G ゾーン、ストップはあるのか。鏡、うん、まあね、基本ここは反発が多いですけど、デメも弱い。ラスト鏡、はい、終了です。あ、そうですね、やっぱりループはなしです。まあでもとりあえず朝一当たりが早かったんで悪くはない。まあ、当たり方も悪くはなかった。てか一つ言っていいですか、コインの減り早いですね分かってはいたけど、まだ100ゲームしか回ってないのに、もう残り枚数70枚。いやでもね、ゴッドを打つのはマジで忍耐が必要って前から言ってますけど、本当5万使うのにビビッチちゃダメですよ。10万入れる気持ちで、はい、1万円なくなりました。まあこんなもんよ、本当に私知ってんだからゴッドは甘くないって。無理だな、タイプじゃない。そんなわけでまたまた3連次期待、4連したらズッチストップ確定。もやー、でも7が出たから天国準備以上が関係ない。きた、 G ストップ。というわけで3連からの G ストップ抽選成功しましたですね。これは出ましょうか。あれ、ノートなくなった、あった、いくぞー、ジーストーレッツゴー、出た、2つ消えろ、ピンピン。これ押すとこで決まるんですよね。さあさあ出ろ、うわ出ない、お前たちしか出ないっていいぞ。あー出ない、鏡が出ない。これって継続することもあるんですか。これはない。まあ、攻めてとかリーチ目、ラスト。いや出ないんかい。ダメだよね、打ってないわ。おうおう、言ってくれるじゃねえか。誰がそこまで言っていいって言ったよ。いや、さあさあ V で、いい V、いい V じゃねえわいい出目、
ボードいいよ。いやあ、いやーラスト。お、来た。はて何で入った？なんか当たりました。まあいっか。でも G ストップを失敗した直後だったんで、これはでかい。ではでは早速本日2回目のゴッツゲームやってまいります。当たったり今のところ大変いい形なので、だいぶ悪く ない感じですよね今の。何のこれ、やばい、うまい、持っちゃえ。これはあるよ、いいとこに引いたから。なぜリール回らない。そして今3連してます。あー4連目、もう1回もう1回。あーこれだから嫌い。こいつ意地悪なんですよ、こういうところ。ほんとギリギリまで。いや、隠れてるかもしれないから、目に見えるものだけ信じちゃダメだよ。いや、目に見えるものだけ信じた方がいいのか。いや、自分の目で見たものを信じた方がいいなって思った、人生。よし、ラッキー。350枚、357めっちゃ良くないですか。結構取れました、ラッキー。では行きます。なんかね、いそうな気がしますよ、出目が悪くない気がする。いや悪い、リーチ目出なさい。ダメした。来るか、来た。 G ストップ確定でございます。とりあえずゴッドじゃない。さあ神谷の腕の試しどころ。出た、ポンポン。2つ押したから欲張って、バカタレ。エスコム、あー、いいよ、上手。うわ、熱い鏡出ないかい。え、出ますよ。よし、ポンポン、うまいね。ちょっとこっち見て打つ。抽選してますよね。
かった。値段はまだ。なんで？やだ。単発やってませんよ。やばいっす。マスクダメだ。マスクさん。集団止まれ。こっちからやらない方がいい。またまた本当ですね。2つ神はやばいです。ラストです。さあやっちまったー。やばすー。さあ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 、あれ、あ、関係ないか、かけるうちいきますか。頼むぜ。こいつ色仕掛けに乗ってこなかった。ダメでした。あ、まだありえますか。別に G ストップじゃなくてもこれも大丈夫ですね。あ、 G ストップ、 G ゾーンだ。じゃあいるんじゃない、いるんじゃない、いそうじゃないこれ、うん、ほら、なんか気づけば一番当たってない。マジか。あー前半で4万円かな。痛いよね。え、気づけば1時。ぐっそー、絶対出してやる。あ、ですね。600ハマったし、そうなの？工事休むか。工事じいさんが言ったんだったら休むのも大事か。はい、そんなわけでですね、622回転回して投資が3万6000円使ってしまったので一旦お昼休憩入ろうと思います。お昼食べて流れ変えたいと思います。お疲れ様です。というわけで本日朝からですね、狙い台のミリオンゴッド神々の凱旋に座りまして、現在投資が36,000円、そして出玉がゼロゼロ。神やとしたことが何も引けておりません。あ、でもね、一回 S 図柄で SGG 入れたんですけど、なんとまさかの単発ということで全然出玉が伸びず終わってしまったんですが、まあ、台の挙動としてはどうなんですかね。わかりませんよ、まだ全然。ただ私の台が一番当たってません。まあそれは皆さんの引きもあるんですけど、ちょっと台がくすぶってるので正直ちょっとビビってます。ただ今日はゴッド打ち切ると私心に決めてるので、今日はあいつだけを愛したいと思います。そんなわけで一応入れとこうと思います。明日6月1日月曜日にこちらの2人来ますので、フラットファイブ撮影しに来ますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。まあもう終わってますけどね。そんなわけで後半戦も頑張っていきたいと思いますので、皆さん次回も楽しみにしていてください。
それでは皆様さようなら、バイバーイ。